どうも、うずです。本日はスマートフォンのお話をしたいんですけれども、ここに2つ空箱とあとは本体を置いてあるんですが、今人気のファーウェイの P20 Pro と P20 Lite を、小学館の雑誌ダイムさんの方からお借りしたので、ちょっとお話したいと思います。で、今回はその中でも一番注目度の高い P20 Pro の話を、やっていきたいと思います。で、お借りして今日今この撮影している時点で4日目になります。使った上で感想を言いたいと思います。ただせっかくなので、あの大きさの比較だけはちょっと先にやっときましょうか。わかるかな、すごい反射してるね。一番左が iPhone7 プラスで、こちらが、ファーウェイの P20 Pro、P20 Lite というサイズになります。大きさは iPhone の7、8プラス系よりちょっとちっちゃくなっていて、ただまあ普通のスマートフォンに比べればやっぱりちょっと大きめになると思います。反射すごいな。で、厚みの方はこんな感じですね。一番下が iPhone7 プラス、ちょっと欠けてるんだけどね。で、こちらがファーウェイの P20 Pro、P20 Lite。厚みに関してはどの機種もそんなに変わんないんじゃないですかね。実質は少し差があるんですけどね。ただ最近のスマートフォンはほとんど薄っぺらくなってますから、あんまり差はないですね。で、特にこの P20 Pro に関しては、このカメラの、このレンズですね、ここにすごい特徴があって、一番外側が、ズームレンズ、800万画素相当のズームレンズ、3倍ズームだね。ズームレンズついてて、で、中央が4000万画素あります。約4000万画素で、内側に入るとまた面白いんですけど、これモノクロ専用のレンズになってます。モノクロ2000万画素レンズ、このトリプルのレンズによってファーウェイの P20 Pro はすごい綺麗な写真を作り出してくれます。指紋ベタベタじゃな。なんかね、ちょっとね、このテカテカはなんだろうね、絶対カバー必要だよね。これカバーありきの製品ですからね。カバーつけないと、今見ていただいたようにもう反射もすごいし指紋もベタベタなので、まあうまく対処してください。これはもうちょっとしょうがないね。で、レンズ脇にはちゃんとライカのロゴが入っていて、ライカレンズになっております。で、このカメラを使った撮影に関しての感想はちょっとこの後言いますので、ちょっとこれの基本的なスペックだけバッと話しておきましょう。ファーウェイのね、 P20 Pro のねスペックをね、 iPhone の方にメモを取っておくっていうね、 iPhone のメモの方で読み上げます。OS の方が Android 8.0 Oreo ですね、最新のもので。頭脳部分、SOC って言い方になるのかな、頭脳部分はキリンの970を採用してます。で、このキリンの970に関してちょっと話しておくと、で、よく高性能な CPU はスナップドラゴン、スナドラの800番台が有名なんですが、キリンもかなり高スペックを謳っております。ただ雑誌やいろんなレビューを見ると、キリンの評価というのはスナップドラゴンの600番台シリーズと同じぐらいの性能なんじゃないかってよく言われてます。スコアの面とか見てそうだと思うんですけど、あとはグラフィックの処理能力もそんなに高いレベルじゃないんじゃないかってよく言われてます。だから 3D のガンガンいく系のゲーム、本当はできるんですけどね、十分できるんですけど、スナドラの800番台シリーズに比べると弱いんじゃないかっていうことは言われます。そういう CPU です。まあ、ただし、今よく言われてる AI での処理とかそういったものを含めると、一概にスナドラに劣ってるっていうのも言いにくいCPU なので、難しいところですね。まあ、コストの面とか考えてこちらを積むっていう考え方もあるので、まあ、その辺はちょっとユーザーの方で自分が何を収支に使うのかっていうところで、スナドラの CPU なのかキリンにするのかっていうのを Android 端末の方は考えてもいいと思います。で、メモリの方は 6GB 搭載、保存容量 128GB で、ここ重要なんですが、マイクロ SD カードが入れられない仕様になってます。だから iPhone と同じ考え方ですね。外部ストレージは不要な端末、ファーウェイも Apple と同じような考え方なのかな、その辺は。で、画面の方は 6.1 型、比率の方が19:9、アクオスの時はごめんなさいね、ちょっと間違えたんですけど、最近流行りの19:9という割合のディスプレイを採用してます。有機 EL です。で、解像度の方は 2240×1080 ということで、通常のハイビジョンの画質より横長になってる、縦長になってるっていう表現になりますね。で、1080っていう割合は通常のものなので、短い方の解像度は変わらない形になります。で、先ほど紹介したカメラの部分なんですが、一眼カメラなどでよく使われる位相差オートフォーカスというのを採用してます。それなので、撮影してる時にピントの方がピコピコすごい、あのオートフォーカス動いてくれて、動きがある被写体とかでもしっかり追い続けてくれるっていう性能を体験できました。あとインカメラ話したかったね。インカメラは2480万画素だったかな、 24.8MP、かなりの高性能なインカメラも採用しております。最近ね、インカメラで2000万画素超えるスマートフォンが増えてきてるので、この辺ももう標準になってきちゃうのかね。で、バッテリーの方は 4000mAh ということで、Android、最近の Android スマホとしては標準的な容量になるんじゃないでしょうか。比較的多い容量なので、安心して長く使えるっていうふうに考えていいと思います。で、充電などをする、端子の方は Type-C
え？でございます。私が借りたのはこれミッドナイトブルーってやつか。ミッドナイトブルーだよね。ちょっと濃い青色になってます。ブラックじゃないよね。で、本体重量の方は 180g。 どうだろうね、これ 180g は軽いって考えてくれるんでしょうかね。 200g は重いって言われちゃったもんね、前回のアコース R2 の時に。で、防水防塵に関しては IP67 ということで、ちょっとまあ水に濡れたりとかしても問題ないレベルで使えます。で、日本での購入としてはドコモが独占販売という形でこの端末は取り扱ってますので、手軽にこの端末を使いたいという方はドコモでお使いになるのがよろしいかと思います。フリーシム版も海外では出てはいるんですが、手に入れるのに10万オーバーのお金を出さなきゃいけないというところと、まあ様々いろんなねちょっと確認とか必要になってきますので、まあ、自分の判断でグローバル版にするかドコモ版にするかお選びください。ただドコモ版の利点としてはあるんですよ。すごい利点あるんですよ。安いんです。すごく安い。で、さっきちょっと iPhone で自分の iPhone でちょっとザーッと調べてみたんですよ。ドコモで購入する場合のシミュレート。ドコモの場合、モバイルナンバーポータビリティを利用すると、モバイルナンバーポータビリティ忘れてしまった人がいるかもしれないんでちょっと話しておくと、私の場合ソフトバンクから番号そのままで他社にドコモとかにくら替えって言い方ちょっと合ってるかな、すると、それがナンバーポータビリティなんですけど、それをするとなんと実質負担額945円 ×24 回払いということで22,680円となります。本来10万円する端末がだよ、2万円ちょっとで買えちゃう。めちゃくちゃお得です。ちょっとうずさん、じゃあ新規と機種変更のお値段どうなのよって思うでしょ。ちゃんとね調べといたよ。新規と機種変更のお値段は一緒で、実質負担額で先に言ってしまうと57,024円。これでも半額ぐらいの感覚で P20 Pro を手に入れられます、ドコモならば。で、月々2376円 ×24 回ということで、もちろん通信料は別だよ。端末代としては2376円 ×24 回で、先ほど言った57,024円になります。なので P20 Pro をお買い得に手に入れたいという方がいらっしゃいましたら、ドコモで契約するとやはりお買い得だと思います。まあ、ただね、ドコモの場合、これいつもドコモは問題なんですけれども、ここね、ここにドコモというロゴが入ってしまうのは我慢してください。このドコモのロゴ最高、僕これ大好きっていう人だったらたまんないですね。果たしてどれぐらいいらっしゃるかしら。まあ何にしてもドコモはお得ですので、 P20 Pro をお得に使いたいっていう方はぜひご検討してみてください。あとは数字が気になる方結構いらっしゃると思うんで、そこもちょっとお伝えしておきます。自分が持ってる端末でも試していただいて、この P20 Pro とどれだけ違うのかっていうのを確認するとよろしいかと思います。私が使ったツールは、Android 端末ではメジャーなツールですね、AnTuTu ベンチマークっていうツールを使いました。こちらで測ったところ、数値の方が、このような数値になっております。で、GPU の方も測定できているので、そちらも合わせて見せるとこんな感じで、数値の方が出ていますので、ぜひお試しください。まあ、普通に考えてこの数値はかなりいい数値だなとは思います。まあ、最新の iPhone X とか Galaxy S9 とかに比べると、まあどうなのかなっていうところはあるんですけど、十分上位レベルのスマートフォンの数値だと思います。あとは、顔認証と指紋認証、対応している端末なので、ちょっと設定させていただいて、この状態でね、ニットかぶった状態で顔認証を設定したので使ってみました。その感想なんですが、例えばこの画面で、はい、ロック解除分かってくれた？今すごいでしょ？こっち2でもうロック解除。だから顔認証の精度はすごい優秀です。で、しかもこの顔認証、指紋認証と併用して使えるので、ここの部分もすごい使い勝手がいいです。仮に顔認証で、ちょっと何認識しないの？と思ったら指紋認証に切り替えちゃえばいいわけですから。まあ、どっち使ってもいいっていう。で、もう一個、せっかくだったんで試しにやってみたことがあります。ということで、サングラスした状態とかだとやっぱり目がね分からないから、ロックは解除されませんでした。まあ、この辺はすごい判断力が正しいと思います。このね P20 Pro すごい魅力的なスマホなので、話したいことがいっぱいあって、そろそろどう？飽きてきた？結構ね、こんな長く話すつもりなかったんですけど、結構いろいろあって、もうちょっと続きます。時間のある方はお付き合いください。追加でやってみたいことが、この P20 Pro なんかね、PC モードというのがあるそうなので、私が Mac 用で使っているこのUSB の Type-C の、アダプターを使って PC モードにできるのかを試してみたいと思います。あれ、すごい、なんか繋げたらちゃんと案内がすぐ出てきた。で、こっち、これがそうなのか、すごい PC モードになってる。マジで、これ何で操作するの？マウスとか使えんの？これすごくない？普通に Bluetooth のマウスを今繋げてるんですけど、
これでね、普通にブラウザとか使えちゃうよ。ほら、結構快適に。すごいね。写真とかも表示できちゃうの。すごっ。マジか。すごくないこれ。PC モードってこんな手軽にできちゃうの、今のスマートフォンって。やばくない？反応もすごいいいよ。これすごくない？こんなんで PC モード使えちゃうんだ。前って専用のドックとかなんかめんどくさいなんかいろいろねオプション用意しなきゃできなかったのに、これ市販の普通の USB ハブで、普通のっていうかタイプ C ですけど、タイプ C の USB ハブつなげるだけで画面映して PC モードにできちゃう。しかも快適。こりゃすごいな。こりゃずるいな。ということでどうでしょうか、こちらの P20 Pro、非常に使い勝手がいい。そして最後に見せた PC モードが、ちょっとねびっくりしましたけれども、まあ、現在手に入れようと思うと日本だったらドコモで購入できるというところと、グローバル版も一応海外ではありますからね、自分でよく調べた上で購入される方は購入してもいいと思います。すでに使ってる方も結構いらっしゃると思いますので、ファーウェイの P20 Pro 気になった方はいかがだったでしょうか。今回の動画でちょっと話しきれてないところもたくさんあると思うんですけれども、ざっと話した感じこんな感じです。間違いなく Android スマホの中では性能がすごいいい、使い勝手のいい端末だと思います。しっかりカバーしてね。カバー必要だね。でちょっと話に加えてなかったんですけど、お財布機能もちゃんとついてますので、日本のそのスイカとか使いたいって方も十分使えますし、間にちょっと説明しましたが雨とか、水関係にも強い端末になってますので、まあ、一通り全部入りで、使い勝手のいい、そしてカメラの性能まだ話しきれてませんが、カメラの方も、感想、初期感想としてはすごいいいものですので、自信持っておすすめできるスマホ端末になります。まあ、ちょっとカメラの方はねこれと別動画の方この後用意しますので、そちらの方もちょっとご覧いただけると嬉しいです。はい、普段からこういうスマホとか、いろんなガジェット自分が興味持ったものを話しているチャンネルになるんですけれども、この動画を見てちょっとでも気になっていただけた方はぜひ私の他の動画を見ていただいて、よろしかったらチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。でも本当にもうスマホでカメラの性能も非常に良くて PC モードも使えてってなってくると、ますます単体としてのカメラはいらないっていう方が出てきたり、あとはパソコンとかねこういったものも必要ないなって感じる方も増えてくるんじゃないでしょうか。誰しもがねその Mac とかパソコン使って何か作品作ってるっていうわけではありませんからね。ということで、10万円相当の端末ではありますが、というわけで10万円相当の端末で高いと感じるかもしれませんが、これ1台あればカメラとパソコンの代わりになるという考え方もできますので、気になっている方はぜひご検討ください。